はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、パーソナリティもっと前回の続きをやっていきましょう。はい、お城に来ております。超でかいお城に来ております。はい、で1階部分だけ、前回ぐるっと巡回しまして、ゾンビは一応倒したのかな。1階部分にいるゾンビはね。で、地下とあと上の階かに行けるんですけど、あ、まだいっぱいいたわ。ドルドル言ってる。ドルドル言ってる。まだこんなところにいたんだ、ゾンビ。え？ワンワン言ってるけど？ワンワン言ってるけど？どこにいるんだ？ワンワンどこにいるの？外にいるのか？え？あ、誰？落ちてきてんの？上から。上から降ってきた可能性はある。飛び降りた？上から。あ、上にいるからね、あそこにね。あ、上に犬いるわ。あ、ほんとだ。上がワンワン言ってたんだ。下でもスパイクが激しいからさ。めっちゃスパイク置いてあるから。あ、上からどんどん身投げしている。身投げしていく。残忍な、残忍なこいつ。反応いいやつは上から飛び降りちゃうのね。あ、めっちゃ上にいるじゃん。ただ、ここ、閉めちゃう。あ、汚染ゾンビまでいる。あ、待って、これ壊されたらダメか。壊されたら入れなくなっちゃうな。汚染ゾンビまでいるのか。まあ、そこに落ちたらね、助からんよ、お前も。そこに落ちたらもう助からない。かわいそうだ。かわいそうに。ん？貞子来た？そりゃ来るわな。めちゃくちゃ火焚いてるしね、ここね。めちゃくちゃ火を焚いてるんで。すぐ貞子来そう。え？今ゲロ吐くモーションしなかった、バイカーのくせに。バイカーのくせに今ゲロ吐くのかと思っちゃった、今。OK。OK ですかね。あー、ここにまだいるとは思わなかった。そして上からだいぶ降りてきちゃったね。できれば俺が上に行った時に湧いてほしいんだけど。先に湧かれるとね。あ、ここはこれ、あ、そうか。繋がってるか、一応。あ、一応一周回れるようになってんだね。ということは、ちょっと AK 壊れそうだ。ここにもいそうじゃない？この辺にもいそうじゃない？いない？いないのか。あ、いないんだ。予想外だね。あ、いないわ。予想外だね。一瞬回ってみるか。この辺いそう？この辺いる？あ、いないんだ。あ、いないの？あ、いた。おお、走ってきた。走ってきた。あ、痛い。あ、汚染ゾンビがいる。HP がね、なんせ50しかないからね。あんまちょっと来られると困るんだけど。HP50 しかないからね。私、言っとくけど。ねえ。HP5、スパイダーがいるか。スパイダー強敵だね。外か。落ちたか。あそこにいるな。そこにいるね。OK。OKOK。よっしゃ。あ、ここにいたのね。ここにいたんですね。っていうことは一周回ればまだ何体かいそうだね。これでもさ、ルートがあんまないね。ゴミ袋がちらほら落ちてるぐらいで。足音する。足音するぞ。ん？あ、いるいるいる。いるいる。死んだか。死んだか。防衛するのにはいいね、このスリットね。あんまり見えないけど、あんまり見えないけど、まあ見えなくはないもんね。かわいそうにそれ。楽にしてあげよう。楽にしてあげよう。おっと、
警官がいる。よっしゃ、警官倒した。わあ、汚染が来た。ワンコ。警官降ってきた上から。警官が降ってきたのはまずいな。倒した？いや、倒してないよ。OK？ 倒した？うん。危ねえ。危ねえ。ちょっと後ろなんか引っかかってる。後ろに引っかかってる。倒したかな？外に誰かいる。どこだ？見えないか。あ、いた。な、でかくない？あいつ。気のせいか。オッケー。警官とかまでいるんだね。と、あと汚染ゾンビがちらほら出始めたけど、上の階にはいるのかな。登っていくといそうだね。どれおお、これちょうど真裏ぐらいかな。ここがちょうど真裏ぐらいですかね。広いね、本当にね。でかすぎる。おっと？外か？どこだ？あ、落ちてきた。上から落ちてきてるということは、外、あ、いる。また警官が、やばい、警官に撃たれる。撃たないで。倒したか。警官に撃たれるとこだった。危ない。遅れてくんなよ。変なとこから落ちてきたな、今。そんなとこから落ちれんの？落ちるとこあんの？OK。早いね、みんなね。足が。こう距離があったか。あ、びっくりした。そんなとこから。あ、穴開いてる、なんか。穴開いてるわ、こんなとこに。なんでこんなとこから降ってくるんだと思ったら。おぉ、意表をつくね、なかなか。なかなか意表をつきますね。まだ上に行ったらまだいっぱいいそうだね。あ、これで一周か。これで一周回ってきました。はい。殲滅完了。殲滅完了じゃないけど。じゃあちょっと上がってってみる、これ上。一旦上の城壁をクリアリングしますか。じゃじゃん。何か落ちてきたけどね、上からね。あ、壊されてるね。にん。あー、鳥がいる。鳥がいるわ。あ、止まってるし。いや、そっちからも来んの？そっちから来んの？ちょっと待って。室内に逃げ込んだ方がいいか、これ。こっちだ。こっち逃げよう。そして、あ、ゾンビがいた。なんでゾンビいた。びっくりした。ゾンビいないかと思ってたのに。鳥はさ、こう逃げるから嫌なんだよね。痛い。来た。当たんねえ。あ、いっぱい飛んでる、まだ。やばい、撃たれる？疲れる？後ろから来そう。どこにの？いた。OK かな？OK かな？鳥怖いね、マジで。鳥怖いんだよな、本当に。まあ、まだ上に多分いるんだろうな。あの辺とかね。出てないけど、表示されてないけど。よし、じゃあ、進んでみますか。こっちに、犬が、いたけど、ああ、こうやって繋がってんだね、一応ね。全部ね。いろんなとこから行けるようになってんだ。あそこに誰かいる。
おっと、これは、あ、これ階段になってんだ。オッケーですか。あれ鳥じゃないの？あ、死体か。死体だったわ。ここはなんかまだ上があるんだね。レッツゴー。箱がある。ここはまだ上があるんだ。なぜかラジエーター入ってた。なぜかラジエーター入ってました。あー、これ今下ぐるぐる回ってたとこね。はいはいはい。でもう一段上があるんか、ここは。ん？違う、階段か。ちょっと上がっててみる。これはでも上行ったら行ったで行き止まりでしょ多分。いそうだけどね。じゃじゃん。あ、いないわ。あ、いない。誰かいるかと思ったのに。こっからまあ迎撃できるっていう感じ。一人で住む城にしてはでかすぎるね、これね。何人か、本当になんかパーティーで守るんならいいけど、ねえ。一人ではこれ守りきれないな、でかすぎて。じゃあちょっとこっちの方も、あ、ここ、上から落ちてきてたとこか。喉が渇いてます。あれ、入り口どこだっけ？入り口ここかな。あれ、あ、入り口向こう側か。はい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 。ここは上ないのね。でここ行くとこっちをつながってると。あ、そこが入り口だっけ。おお、なるほどね。バチ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 って火焚きすぎじゃない、ちょっとこれ。燃料消費半端ないね、こんだけ火があると。ああ、もう誰もいない。上は？あ、上も誰もいない。弾薬落ちてる。なぜかスイッチ入ってた。あ、鳥の音が。ああね、それはちょっと倒せないんで、一旦出た方がいいか。どこだ？いた。一匹だけ？一羽だけか。あ、マツコがいる。あ、犬がいる？ん？犬いるね。すごいとこ渡ってるやつがいる。すごいとこ渡ってるやつがいるぞ。あれ？犬？犬どうした？待って、鳥もいる？今影が一瞬見えたような気がしたけど。そこに犬がいるんだ。あ、誰？上がってきた。そこに犬がいるんだけど。誰と戦ってんだお前。吠えてたけど、一生懸命吠えてたけど、誰と戦ってんだお前。OK かな？ OK ですか？ん？これか。スパイク、やっぱこう木だからすぐなくなっちゃうね。人が通ったところはね。ねえ。速攻壊されちゃうね。はあ、ここにはルートはないんだ。で、ここ真ん中に繋がってると。犬がいる？あ、鳥飛んできた。こっち、一回、あ、ゾンビいる。いて！犬どっから来たんだわ。黙ってくんなよ、犬のくせに。ぐるぐる言えよ、ぐるぐる。ぐるぐる言ってほしいね。黙ってこないで、ちょっと。自己アピール大事だな。自己アピール大事ですよ、皆さん。いるなら、いると言ってくださいね。あれ、あれ、いるなら、いると言ってくださいね。はい。面白いね、こういうのもね。上でここで戦えるんだ。フェラルフォード来ても。フェラルフォード、ね、フェラルフォードの時とか。ここで戦える感じだ。へえ。ここに乗っちゃうんだね。あ、そうか。
ジャンプしなくてもここに上がれてしまうんだ。だからみんな上歩いてくるんだ。ねえ。ゴミか。ゾンビが倒れてるのかと思った。まあ下はね、一周回ってるからね、もう誰もいないはず。多分。分からんけど。じゃあ上がっててみるか。じゃじゃん。あ、弾薬ボックスある。ルートはなんかあんまないですね、ここね。ルートあんまないね。おお、こっからはどこにも行けないんだ、こう。一応ね、見渡せ。あそこになんか落ちてる。見渡せるけどね。へえ、どう？で、こっちから来たんだっけ？こっち行ってみるか。もうすぐ一周かな？もうすぐ一周回れるかな？ああ、ここはまあ、上は。ん？鳥がいる。鳥がいる、鳥がいる。あ、いっぱいいた。意外と。意外とたくさんいた。ここは上には上がれないんですね。こっちには行けるけど。じゃがじゃん。この上にちょっと上がってみたい気もするけど、なんもないんだろうな。なんもないね。はしごついてたりしないのこれ。上がれるはしご。あ、ないか。あ、ないね。まあ、ただの屋根だね。あそこに何かいる？鳥がいた。鳥がいたわ。ということは、もっといるでしょう、多分。あ、ここ上がれる。上がったら鳥いるのかな。じゃじゃん。いない。いなかった。お、バーニングシャフト。ほう。なるほどね。あ、あそこが入り口だから、これでじゃあ一周回ってきた感じかな。なるほど。なるほど。なるほど。しても、ちょいちょい下に行く、この、なんか、ドアがあるんだけど、階段とドアが。下も見てくるか。ちらっと。閉まってる。あ、そうなの？そうなんだ。ここは？施錠済みだ。壊してもいいけどね。あんな木の扉なんて。叩き壊せば、すぐに開きますけど、ここも閉まってるわ。あ、全部閉まってんの？ちょっと1個開けてみようか。あ、こんだけ。なんでかラジエーターがいっぱい入ってる。へえ、じゃあさっきのとこも開けちゃおう。ここも開けちゃうか。ただ、それだけなんだったら。あ、外れだ。空だ。空もあるんだね。なんか入れといてほしいよね。なんか入れといてほしいけど。あ、これ箱あるね。あ、またラジエーター入ってる。なんでラジエーターがそこかしこに入ってるんだ。なんだろうね。違うような気がするけど、なんか。ここはゴミなのか。なるほど。なるほど。こっちの方は、ないんだね。ここのドア開けてみるか。めっちゃ熱そうなんだけど。あ、クラフトコイン。あ、これ開いてんだ。ちら。え？あ、ここ開いてる。もともと開いてるんだ、ここ。あ、そして上に上がれると。上がっていくと、あ、ここに出ると。なるほどね。なるほど。そんなになんか複雑な構造じゃないのかな？ここをちなみに降りていくと、うわ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 、なんかいっぱいいたみたい。うわ、なんかいっぱい走っていた。いっぱい走っていたわ。あ、汚染ワイトいたのね。やばい？ちょっと、硬いね、みんなね。硬いね、みんな。みんな硬いですね。
なんでそんな、そんなギッタンバッコン走ってくるわけ走りにくいところを。オッケー。待って、最後にヘビが来た。最後にヘビが来たんだが。あ、まだいるの、ヘビ。あいつは死んだの？あ、ヘビが飛んでる。あいつ生きてんの？あ、生きてんだ。ヘビ飛んでたね、もう一匹。あれ、どこ行った？こいつ、え、違う、こいつじゃないね。誰か飛んでたけどね。下いたか。あ、いた。え、どこ行ったんだっけ、俺今。ここどこに行ったらあんなにいっぱい出てきたんだ。こんなか？ここ行ったんだっけ？あ、ベッドがある。ああ、まだいる。まだいる。あ、いや、ちょい、まだそんないっぱいいるんだ。汚染ワイプ。だからなんでそんなところをわざわざ走ってくるんだ、お前は。走りにくいところをなあ。え、まだいっぱい走ってたけど、あいつらどこ行ったの？もっといたけどね。こん中にいるんだ。ん？こん中にいるのかな？もっといなかった？あれ違うね、なんか。あ、違うんか。あれ？あれ？違うか。あれ閉まってる。あれ閉まってるわ。あれ今行ったとこどこだっけ？違う。もっと狭いとこ降りてったような。あ、ここ降りたんだっけ？ここを降りたら、あ、で、こっちから走ってきたんだ。あ、ケミ捨てとかあるよ。どこだ、ここは。ここはどこなんだ。お、オーブリパッドの設計図だって。あ、セメントミキサー。セメントミキサーがいっぱいある。これ開けると、あ、開けるとフォージだって。へぇー。開けるとフォージ。なんで隠してあるんだ？あ、向こうにいっぱいお宝がある。ここは塞がってるんだ。あ、お宝あった。お宝ありました。やった。お宝ないのかなと思ったけど、ちゃんとあるんだね。武器バッグ。お！ポンプ式ショットガンやっと拾った。やっと拾ったポンプ式ショットガン。ずっとね、ダブルバレルで頑張ってたからね。あんまり使ってなかったけど、ダブルバレルだったから。やった、ポンプ式拾ったのはラッキーだね。おっと、スナイパーライフル？スナイパーライフルの設計図。大闘争参加。あ、これ強いんじゃない ?30。スタミナがなんぼ使うかだけどね。あー、だいぶスタミナ消費でかいね。これ15しか使わないからね。15.9 だからね。めちゃめちゃ連打できるけど。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあこれ開けてみようか。じゃん。待って、ロックピックがありますね。あ、バイクに置いてきちゃったか、ロックピック。ここ開けると、ちなみに。あ、一応出れるんだ。あ、なるほどね。ここ正面？あ、ここ正面だ。ちょっと、バイクにロックピックが多分、バイクに入れちゃったな。入ってますか？あ、入ってる入ってる。だよね。チャット。あ、だいぶ減ったね。よし、ちょっと、お宝開けてこよう。まだ行ってないとこありそうだけどね、こんだけ広いとね。あ、ここの正面の、ここを上がっていくといきなりもうお宝なんだ、ここが。お宝なんですね。へぇー。開けてみよう。はい、焼きました。じゃーん。あ、スタンバトの6だって。やったね。密造。あ、銀、ま、銀じゃなくて金なんだよね。欲しいのはね。この辺はまあ、もう読んでしまって。ダーツトラップバンドルか。スタンバトの6は強いかもしれないね。
タンバトの6強いよ多分ね。えビリビリが強いと思うよ。あ、まだ上に行けるんだこれ。あ、上に、あ、そうか、ここに出るのか。そういうことか。ほー、ほほー。え、まだ行ってないところでもありそうだけどね。行ってないところありそうではあるけど。おと、この裏とか、あ、この下は何もないんだ。あ、この下はないのね。ここをちなみに開けると、全部叩き壊し、上に行けるだけか。あ、さっき閉まってるって言ってたとこか、ここ。あ、そうだね。なんかどこに行ってて、どこに行ってないのかよくわからないな。広すぎて。まあ、でもここの中心が一応、まあメインのとこって感じだね。待って、なんか落ちてる。落ちてるわ。めちゃくちゃ熱そう。こちら。あー、なるほどね。そんなに、あれだね。だだっ広いけど、薬落ちてる。あ、ご飯ある。こんなとこに。あのとこにご飯ある。だだっ広いけど、複雑ではないですね。地下はないんだ。ここなんで壊れてんの？地下というのはなさそうな雰囲気だな。ここの下とか何もないのかね。これ空洞なのかな。はい、ということでこんな感じでした。どんな感じやねん、どんな感じやねんって言われてたけど、こんな感じでした。まあ広いんだけど複雑ではないね。うん、めっちゃわかりやすい。あと犬が、あ、こっち側にさ、地下ないの？こっちには地下あるじゃんね、一応ね。あるあるある。これちょっと開けてみよう。あ、箱あるじゃん。大変、なんで車関係の部品が なぜかいっぱい入ってるね、この地下にね。へえ。こっちはもうないんで、こっちにもう2つあるかな。お、あるあるある。あ、ここ外れた。空だ。こっちは？こっちは？あ、ここ外れだ。あ、ご飯があった。あ、なるほどね。はい、OK です。OK ということで、いっぱい、なんか結構いろいろ取ったよ。ポンプ式ショットガンがめっちゃ嬉しいんだけど、個人的には。これめっちゃ嬉しいんだけど、俺。ちょっと、いっぱいついてんだけど、抜いて、これ2個しか多分つかないんじゃないかな。だよね。あー、バレル拡張とか入れたいとこだね。持ってないのか、バレル拡張。ねえ。なぜか色変えていく。なぜか色変えていく。じゃん。バレル拡張欲しかったね。9発か。10発ぐらい出てほしいところだけどね。まあいいか。うん、ということで、じゃあ今回はこの辺にしときましょうか。結構いろいろ取れたぞ。いいぞ、いいぞ。うん。ちょっと一瞬だけトレーダー寄ってきていいですか。一瞬だけトレーダー見てきていいですか。はい、やってきました。懐かしの第2拠点。第2拠点のところまでやってまいりました。あ、ちょっと荷物が重いね。何そんなに取った？あ、でも取ってるか、いろいろ。こんにちは。足が遅くなっちゃった。ちょっと。こんにちは。3入りボトルは売ってないんだね、やっぱり。3入りボトル欲しいな。3入りボトルは売ってないね、やっぱね。そうなのか。これ買える大闘争2巻。買えないわ。お金持ってないんだ。これ売っちゃうか。チャリン。これも売っちゃうか。チャリン。まあでも、あ、スタンバトンもどうせ使わなきゃ売っちゃうか。これ強いよとか言いながら売っちゃうやつ。銀塊もね、こんないっぱいいらないんだよね。売っちゃうか。容赦なく売っていこうか。あとなんだろう。まあ、これもいらないけど、これ全部売れないだよね。
鉄鋼ナックルパーツなんか絶対いらないような気がする。いるのかな。コンボはワンチャン作るかもしんないんで、鉄鋼スピアもまあいらないな。バトンパーツもいらんわ。弓なんかも絶対いらない。2000、あ、結構たまったね。ダイツ買えるね、これ。OK。構成物質はまあ作らなくても、こんなの拾えばいいから。荒地の財宝3巻。あ、もう買えない。あ、惜しいね。これを売るという手もあるけどね。もったいないな。他に売れそうなのはまあ、バイクにも、バイクにも売れそうなの入ってるけど。ちょっと待って、喉乾いたって言ってるから。水飲んで、お腹空いてる？ツナ缶食おう。ほら、叩くんじゃないよ、お前たち。ほら、叩くんじゃないよ、お前たち。ん？避けるな、お前は。避けるんじゃない？華麗なステップで避けるな。ああ、多いね。相変わらずゾンビがね。ちょ、閉めとくか。入られたら嫌なんで。よっしゃ。ちょっとバイクの中に売れるもんがあったら、売ってしまいたいんだが。あ、これ売れるね。これも売れるね。ショットガンパーツ、動力ツールパーツ、鉄鋼ツールパーツ、この辺もいらないよね。狩猟ライフルもいらないから売っちゃうかな。うん。じゃじゃん。あ、こんなの拾った。鉄鋼製法の拾った。鉄鋼製法のも、まあいらないか。今なんか万能ピッケルがあるから。万能じゃなかったっけ。これいらない。これもいらない。これもいらない。あんまり金にならなかった。大して金にならなかったな。よっしゃ、荒地の財宝ゲットだぜ。荒地の財宝ゲットしたらどれくらい？これ来た、ほら。医療機器や酸の入ったバレルから酸を回収する確率が上がる。これだよ、これが欲しかった。これで車分解したときに、車分解したら酸入りボトルが手に入る可能性が増えたんじゃないか。で、今までね、これ本読んでないと、車バラしても酸入りボトル出ないからね。確かね。ちなみに、ここの拠点に、この拠点はもう荷物何も、全部回収したんだったかな。あ、ゾンビいるの？あ、中にいるのか。あ、一応入ってんだね、まだね。一応この辺入ってんだ。あ、こういうのも、これちょっともらっとこうかな。持って帰ろうかな。あ、中にゾンビいるのね。中にゾンビ湧いとるやん。あ、出てきた、出てきた。まあ、ほっとくか。ほっとこう。ほっておこう。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。次回は、あ、でももう夜なんで、もうすぐ夜になっちゃうんで、まあちょっとまた、翌日だね。12時、13日か。うん。まあまたなんか考えておこう。はい。3入りボトルの実が育ったかどうかちょっと 見たいけどね。育ったかどうかね。確認したいところではあるけどね。うん。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などによろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。